デッドバイデイライト。サバイバーやろ。昨日の分も読んでないですね。さあ、昨日ね、ごめん、ちょっと。そっか、昨日途中でサブスクビッツ読めてなかったのは、申し訳ない。あクレカ爆発寸前じゃないのクレカは爆発寸前だけど、まあ直ちに影響はないので、ワンチャン家賃をね、家賃があのクレカの限度で払えなかったらどうなるんかな、これ大丈夫、どうなるの、その限度額が超えたらどうなんだこれ、どうしよう。でもこれもうどうしようもないんだけど。もうどうしようもないから。どうしようもねえわ、それは。特速上けちまう。やべえな。ってことで、やっていきましょう。昨日の配信のアーカイブ、サブゲンにしたんだけど、ちょっとなんていうの。すごいなんか他の配信でも電車バト飛んでたし、電車バトとか飛んでたり、なんだろうね、そのいらん心配かかりそうだったから、サブゲンにしたら、今日朝、俺普段この配信マネージャーずっと開いてるから、わかるんだけど、え、てかランク18なの？終わったんだけど、今日の配信。まあわかるんだけど、めちゃくちゃ今日朝サブスク来てたんだよね、うん、やばい、ビジネスサブゲンにしちまったかもしれん。ちょっとタイトルランク17目指すのにしとこう。いやー、まあでも、いや皆さん本当にご心配おかけしましたって感じで、あの後はなんかドキュメンタル見てました、うん、通話してるやつら全員アマプラだったんで、そう、なんかタラコのインスタにストーリー上がってるわ。俺今日怖かったよ。今日マジで怖かったから、朝ね、開幕その Uber Eats を頼んだの。開幕、Uber Eats の配達員さんが無事に俺の家までたどり着けたら外は大丈夫ってことだから、そう、その Uber Eats の配達員さんが来たタイミングで外ささって確認して、特に異常はなかったです。ウーバーデコイウーバーデコイしちゃった、うん、分からんやんね、ワンチャンなんかその扉が開いた瞬間に爆発するようなもの設置されてる可能性もあるから怖くてさ。完全にスケープゴート、どうしよう、肉片現地でユッケになる配達員嫌だよ俺。てかマッチしな、こんなもんな。ジャンバラリンさんサブスクライブありがとうございます。パッツァンさん100ビッツありがとうございます。カキキさんサブスクライブありがとうございます。始まんないね。まあゆったり待とうぜ。まだ低ランクはそんななのかな。うわー来てる。次の配信で遊ぶゲーム決定、ダークディセプションだって。来たわ。ちょ、持ってないかな俺、ダークディセプション。持ってない気がする。持ってない気がするって言えないように、なんか俺にスチームでギフトを送ってから10番サボを使うムーブやめてくんない？本当に。
まあちょっと次のその10万サボ配信枠はちょっと遠いかもしれん。うん、申し訳ない。ちょっと遠いです。あれ、昨日爆速マッチしたのに今日全然マッチしないやん。何がいけないんすか。あ、来た。せっかくマッチしたし、イーブいるんだけど。え、てか全員 PC バンド。あれ、そういうこと。いや違うな、クロスプレイオンだわ。で PC、 あのキラー PS4 でお願いします。ちょ、目薬させたいんだけど。目薬が、あれ、目薬どこいた、みんな。あれ、やべえ、俺普段いつも同じ場所置いてんのに。 あったわ、同じ場所あったわ。物は絶対同じ場所に置くんだよ。いいな、 DVD も。あ、てかそうそう、部屋をどうにかするまではちょっと配信時間早めにしようと思って、それで今日ちょっと早めに始めてます。アーカイブ見る配信ぐらいのテンションでやろうって。じゃあ、アーカイブ見る配信は、中の俺が、喋ってくれるからね。俺が喋んないと誰も喋んないけど。毎日配信健康生活。ドアチャイムのホラゲってないのかな。何考えて、やめろよ、そういうの。バダム幼稚園3です。やってまいりました、バダム幼稚園3。で、この髪型めっちゃチャイナに合わん。どうも。下水処理とかしてそうな服だな、あの人。久々に DVD やってるはずなのに、新スキン一丁前に持ってるから。オブセッション取られてるね。オブセッションであることに、なんだっけ、意味あるんだっけ、今のストライクって。今日さ、あの DVD の動画編集してて思ったの、パークの効果が曖昧なんだよね。そう、前まではそのウィキとか見ずにパークの効果カタカタカタって入力してたんだけど、編集の時ね。今日編集してたらね、あのまずパーク名が出てこんかった。ウィルメイクとか、略称で覚えてるけど、きっとやり遂げるって名前が出てこなかったり、大変よ。そう、半年ブランクあったんだよ、実は。知ってた？半年やってなかった。てかもう、今後やることもないんだろうなって思ったけど、いざやってみると、まあ、やっぱり面白い。リプレイ性が高いゲームですね。半年しかなかったよ。いや、この半年の間をどう感じるかによって、まあ、皆さんの若さがわかる。相手ヒルビリーか、今更ながら。いや、でもデススリンが強いんかな。どうなんだろう、デススリンガーって強いの。いや、どのキラーが強いとかわかんないんだよね。まあ、ハグが強いならできるけど。あ、当店ボケます。あ、ポイント欲しいんで。正直強い。三角様とは戦ってない、まあ、こういうね、トーテムを見つけやすい、トーテムは率先して壊すことによって、まあ、もしノーワンが発動した時に、その残ってる見つけにくいトーテムがノーワンになるというね。ライフワーク。醤油さん9ヶ月サブスクライブ、ありがとうございます。
それ前も言ってた再放送まあ味方の分も俺が発電機回してあげるよ。お、チェイスしてるね。え、なんかチェイスに混ざりに行ってるんだけど、どういう意図、え、どういう意図、あの人、え、これ俺ヘイト来たらいかついよ。これうろうろしてるよ、あのビリー、うろうろしてる。ああ、かわいそうに。まあとりあえず2台つけていく。早くね、発電ペース早いな。やべえ、2周目混ざってるぞ。強くてニューゲームよ。まあ、救助にはいけません。救助ポイントいらないんで。でもなんか救助もした方がランク上がるんだよな。まあ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 、ゆっくり低ランクを楽しんでいこうぜ。旅行してる気分よ。はい、ナイス救助。まあ今救助が入ったことで発電機を回してるのは俺だけってことは確定したので、俺が発電機を回さないといけない。半年前よりスキルチェックうまいね。まあね、俺はこの半年間ひたすらスキルチェックシミュレーターやってたからね。毎日8時間。ずっとやってたもんね。だからグレートもちょちょいのちょいよ。お、下水の人。発電機回そう。あと、キンドレットか。いいね。あ、キンドレットでこっち来てくれたんだ。いいね。しゃあない。なんてこと。来ない。うわっ怖え、ね、叩き起こしてあげたいんだけど。板でヒルビリー叩いて起こしてあげたい。あいつ、あいつなんだっけ名前。あのサバイバルの名前がわからん。スティーブ。いや、こういうね、命に危機が迫った状況で通常のスキルチェックの腕が披露できるかと言われれば、まあ、そんなことはないので。悪か、これ起こせんじゃね今。無理か。間に合わんかった。まあしゃあない、つられてもらうわ。あいつにはいいよいいよ、減るもんじゃねえし。お、脱走してる。悪っ、いいな。どういう経緯で脱走したんだろう。いやね、減るもんじゃなかったっしょ。あ、いる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 。来るじゃん、これ。こっち来るじゃん。おー、マジ俺発電機回してんのに。見失ってるみたいだね。
俺の一瞬の足止めで変わるかな、そんな。すれ違ったぐらいだけど。せっかくだし4台直して出るか。デジャブを感じる。え、この景色見たことがある。大丈夫か。ノーワンじゃないといいね。この迅速状態の早歩き割と好きなんだけど、誰もこの気持ちを分かってくれないんだ。いいよ、俺目標マックスだし行っていいよ。向こう向こう向こう。足並み揃えてくれる。帰るか。行くぞ。スティーブはあいつは一人でも強いよ。おお、これは PS4 ですか。じじ、逆になんかそのクロスプレイじゃないマッチなさそうじゃね。絶対どっかにクロスプレイ挟まってるな。チェスト6台を調べる。来たー。こうやって始まってからパーク借りるよね。まあ、ファーマシー強いって言ってた人いたけど、ガチなんかな。調剤学。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。まあ、一応持っとくか。ポチポンさん100ビッツありがとうございます。モッカーさん2ヶ月サブスクライブありがとうございます。デミグラスさん500ビッツありがとうございます。我が輩は豚さん2ヶ月サブスクライブありがとうございます。鍵出して脱走できたらめっちゃ熱いんだけどね。まあこれはね、ゆったりマッチング待ちましょう。もう賭け金のレイズ、賭け金のレイズは確かあのチェストアサリに関係なかったと思うんだけど、どうだっけ。あ、なんか結局脱出にしか関係ないって聞いた気がする。スナイプできないかな。スナイプできるんじゃない。ランク同じぐらいならスナイプできると思う。まあ、運のステータスはデフォルトでカウントしてるんで、まあ、大丈夫です。ランク11はスナイプできますか。まあ、多分できないですね。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。イモケンピさん8ヶ月サブスクライブありがとうございます。キキさんサブスクライブありがとうございます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。あー、でもそうだね、昨日なんかランク4と当たったな、キラーやってる時。あれおかしいよな。どういう経緯でランク4と当たるの。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。夜行バスから和骨壺。あー、帰宅中ですか。夜行バス勢いんの今、もしかして。これめっちゃ夜行バス勢めっちゃ多い人じゃないこれ。でも帰省してたんすか、こんなご時世に。あれ、
りゃ死のデッキ破壊ウイルスだ。なおなおキングさんサブスクでありがとうございます。トマトさんサブスクでありがとうございます。うわ、自粛警察だ。いや、でも俺は死のデッキ破壊ウイルスデッキに採用するから、うん、悪いと思ってないけどね。仕事かもしれんやんって、すいません。トマトイレさん500ビッチありがとうございます。俺はね、あれだから香川県民だったでしょ。だってそういうやつら村八分して石投げるし、うん。ゲームは1日1時間。あ、白デッキ破壊ウイルスの効果ありがとうございます。白デッキ破壊ウイルスの効果あった、あれ。あ、白デッキ破壊ウイルスは、白デッキ破壊ウイルス消えたわ。禁止カードなんでバンされます、気をつけて。遊戯をねやってたよ実は昔。何デッキだっけな、俺ね確かね、そう、ミカドデッキだわ。ミカドデッキ、ミカドデッキと暗黒界使ってたわ。懐かしいな。わからん、なんかミカドとなんかそのレッドガジェット、イエローガジェットみたいなやつ。デュエバもやってたっちゃやってたけど、デュエバ小学生かな、中学生から遊戯をやってたわ。いやね、なんかね、そうミカドデッキって渋いじゃん。そう、レッドガジェット召喚してイエローガジェット取ってきてみたいなやつやるやつ、うん、ガジェット系って攻撃力低いじゃん。その攻撃力低いやつ使うのって渋いから、渋いから、そうミカドガジェットやってた。渋さって大事なんだよね。いぶし銀だから。いや、中パじゃないし中パじゃないし、中パなんかな。でもあの小、まあ、中学生にカードゲームは、まあ、なかなか費用面ですごいかかる、大変でしたね。うわ出た、今度は放り込まれちまったよ。教えてやるよ、PC 勢っていうのがどういう動きをするかな。大体箱を漁るぜ。邪帝ガイウス邪帝ガイウスね、わかるよ。なんだっけ、あと雷帝ザボルグル、風帝、風帝カイザーみたいな、氷帝メビウス、炎帝、炎帝なんだ、炎帝わからん、もういいや、もう何でもいい。炎帝テスタロス、なんかしっくりくるからそれかもしれん。学生のカードゲームは資本主義の縮図だからいいなその言い回し、まあ、言われてみればそうかもしれん。資本多いやつはどんどん有利なトレードを進めて、まあ、強いデッキを完成させていくもんな、うん、で銀行、まあ、AKA 親からのね借り入れもあって、うん、どんどんデッキが強くなっていく。お、トーメントクリーク懐かしいな。飛行船が墜落してるステージだな。おい待って、
ずっとやってるぜじゃね、これ。この蜂蜜やってるぜだわ、キラー。やばいぞお前ら、やばい。これ結構やってるぜだ。つけてんね、フックに。あ、てこれやべ、こんなことしてる場合じゃねえこんなことしてる場合じゃねえ。もう勝手にやったろ、そんな発電機だとかいう、なんかそういう、うん、それはもう労働者階級がやることだから。悪いね、俺は甘い城させてもらうよ。最初は緑キットが出ます。まあ、これがファーマシーの効果。おー、なんだよ、感激の爆発いただいたわ。どこ？おー、箱ある、いいね。何も見てないけど。え、今回のキラー誰だろうな。お、強めの工具箱。くそ、ずっと近くいるんだけど、バレてんのかな、この心音的に。徐々に右向いてやから、あいつあいつなんだ、徐々に右向いてるぞ。気をつけろ、あいつ一周回った時に何か起こるはず。どう、何してんだあいつ。え、じゃあお土産吟味しよう。できるだけいいもん持って帰ろうぜ。この何、蜂蜜とか持ってんのもそういうこと？ね、ずっとあれやってんの？ずっと拳振りながら貯めてんの？アーカイブ終わらんくね？アーカイブ終わんねえぞ、そんなんじゃ。ランク何下げるんですか？あ、ランク下げてんのかな、あの人。おお、なんすか、なんすか。すいません。すみません、なんかこんな目立つ服できちゃって。あ、ノーワンとワーデンで発電終わってから全力投球構成やってんな、あいつな。白、そうだね、ランク下がんないと思うけど。何だろう。おお、お前一生終わらん、修理が。いやいや、いいんすよ、いいんすよ。攻めてるわけじゃなくてね、喜びの悲鳴だから今の。え、ずっと修理できんじゃん。やばい、キラー近いよ、みんな気をつけて。消しよう、ちょっと。うおー、追われてる。うおー、今俺は追われてるぞー。うおー、あ、お供え物です、どうぞ。やべ、負けるかなこれ。あー、巻いたくせー、あぶねー、巻いたわ。近くでロッカー入ると大体大胆ポイントもらえる。うわっ、あー、ごめん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 。え、あ、誰もいなかったわ。何もごめんじゃなかった。これ絶対3人で直してるよな、どっか。あの発電無駄になりそう。
あれ同じことを4人が考えてる、これ今絶対どっか回してんだろっていう思考で4人全員徘徊しちゃったらおもろいんだけど。そういうわけもなくね。コルボさん、100別ありがとうございます。あれか、向こうか。お前初めて見る顔だな。あ、こことガチでどこも回してなかったんだけど。ガチでどこも回ってなかった。そんなことある？マジかよ。集団心理とはこのことだ。いや、ちょっと違うかもしれない。あいつどこ行ったんだろう。あと一人クローデットだっけ。キラーって放置してても切断にならないのかな。それともなんか振ってるから切断にならないの。このゲームって放置してるとそもそも切断されんのかな。俺あの放置で退出されたことないからわかんないんだよね。なんであれ振ってんだろう、ね、コンクラベする。全員こっからゲート開けずに一生かくれんぼしてさ。あ、時間効率下げてやろうぜ。いや、違う、俺は配信してる分、今見てくれてる3000人の時間を同時に無駄にすると考えると戦闘力3000倍。はい、じゃあみんな出ていいよ。みんな出ていいよ。ほら、出ていいよ。ちょ、ここ味方来たら俺主張するわ。権利主張するわ。ね、これバトル始まる？まあ、DVD っていうのはね、それこそ社会の縮図ですよ。キラーがいなくなれば今度はサバイバーの中で争いが起こる。敵を作らないとやっていけないんだろうな。諦めて早く出てくれよ。ああ、じゃあもう、あ、出た。もったいないシータ倒しといては。ナイス。チェスト6台大変だね。なんだその顔はお前。オメガ、このオメガじゃねえだろ。お、 VAC 食らってるやんこの人。 VAC 740日前に食らっとるわ。Z ネルコさん100ビッツあげます。ミャタネコさん300ビッツあげます。ロールさん2ヶ月サブスクライバーあげます。オーレカさん200ビッツあげます。2500点入ってたの。いいな。刺身さん100ビッツありがとうございます。ペシェトさんサブスクライブギフトありがとうございます。 VSC っていうのはバルブアンチチートの略ですね。 STEAM っていうプラットフォーム運営してるのがバルブっていうとこなんだけど、そのバルブのアンチチート、なんかもうめちゃくちゃ信用されてるアンチチート、絶対的バン、信用されてるっていうかバンされたらまあ黒みたいな感じ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
VAC バンクだって5番なんだがって主張するやつをみんなで嘲笑える。みなみなさんサブスクライブギフト5個ありがとうございます。コンベックスサブスクライブギフトあざます。サイの顔荒らしてたってことな、そういうことよ。サイの顔荒らしてたってことよ。どういう意味？サイの顔荒ら。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。いくら続けても後から崩れ去る無駄な努力の例え。ちょっと違うんかもしれん。じゃあご覧のスポンサーの提供で、ココアさん9ヶ月サブスクライブありがとうございます。七瀬さんサブスクライブありがとうございます。あ、そういうことね。あの河原でなんか石積み上げてもなんかプシャンつってもう一瞬でぶち壊れるから意味ないよみたいなノリ。なら違うな。嫌いやるか。あ、でも箱あさりあと2個やんないといけないんだ。サイの河原っていうなんだっけ、最近話題になってた、最近っていうよりはちょっと前だけど、ちょっと前に話題になってたその曲っていうか、まあ、ヒップホップの曲は知ってる。サイの河原、前話題に出したことあるけど、なんだっけなあれ。サイの クリスタル Z って人だのやつ。そう、大学のやつ。そうなんか不当な何受験のあれ食らった人がそれをそのまま歌にしたやつだ。TBE はこのクソみたいな雑談会がいい。そうっすか。ここも変わらないね。ここも変わらないね。よっ、またやってんのかい。まあこの DVD というのは街のゲームですから、この焚き火をね楽しみ、まあその後ね発電機も回してる間はもう街の時間だし、まあいわゆる ASMR なのかな。プレイより雑談が好き。なんてこった。DVD 落とすわじゃん。やめとくわじゃあ。ジグララさんサブスクライブギフトありがとうございます。カノさんサブスクライブありがとうございます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。聞くだけでいいから作業しやすい。画面見てないの今。やってんな。俺も全く見てねえ。奇遇だね。うん。俺もその左のモニターに TBD 映して、右のモニターにコメント映してんだけど、右のモニターしか見てない今。マッチ長えんだって、サバイバー。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。キッシーさん13ヶ月サブスクライブありがとうございます。ゲーム中も右しか見てねえよ、チェイス中。チェイス中も発電中も右しか見てねえよ、俺。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。イカスミパスタさん2ヶ月サブスクライブありがとうございます。
ASMR はスライムとかいいと思うけど、食べる時のくちゃくちゃ音、鳥肌が出る。まあ、咀嚼音苦手って人はいるよね。ASMR、よくわかんねえからな。あれだわ。最近Twitch のエディター機能っていう、そのモデレーターの上位機能、上位とはちょっと違うんだけど、チャンネルいじくれる機能が渡してる、まあ、イカれた配信者が、まあ、2人いて、ご覧のスポンサーの提供でお送りします、まあ、ASMR に触れる時って言ったら、まあ、勝手にホスティングとかできるから、まあ、配信中にいきなり ASMR チャンネルにホスティングしてっていうのにしか使わないかな俺は。ジャパン ASMR チャンネルさんにね、ビャってホスティングしてアンホストするっていう。いきなり耳が気持ちよくなるから。使ってるサバイバー何ですか？使ってるサバイバーは基本フェンミンとビルです。ウィリアム・ビル・オーバーベック。最近ビル使ってないな。ビル衣装のバリエーションねえからな50着ぐらいあればいいんだけど、もう50着ぐらい。まあ、でもエディターを渡すってのはそういうことだからね。イカスミパスタさん500ビッツありがとうございます。キコリさんサブスクライブありがとうございます。ビルのチャイナ服、カンフー的なやつってこと？一応ね、エースがそのカンフー的なやつ持ってんだよね、服。俺は持ってないけど。フェンミンはすぐ煽ってるイメージ。いや、間違いねえ。俺もすぐ煽るし。板倒したら屈伸して半分よく飛ぶよ。最近キラー何がお気に入りですか？キラー最近語れるほど使ってないからな、むしろおすすめ聞きたい。メグのが煽ってるイメージある。一番煽るサバイバー誰なの？結論から言うと中身によるんだけど、一番誰が煽ってくんだろうな。ザリーナとか絶対煽んないっしょ、こんなん使ってる人。絶対ザリーナ使ってる人煽らんわ。煽らなそうな顔してるもん。タップ刑事とか絶対煽んねえだろ。タップ刑事とザリーナカッシリは煽んないと思うよ俺。来た。これ3試合目っすね。まあ、ある程度ランク上げないと、眠。ある程度ランク上げないとマッチングもゆったりよ。さあ雑談配信の休憩するか。夏休み最終日なんだ。へえ。なんかいろんな話聞いて、その夏休みがその世界っていうか日本で一番被ってるのは多分8月8日から今日までなのかな、多分だけど、多分その8日間が一番夏休み被ってる日だったと思う。うん。まあ、こっからみんなそれぞれ違うんだろうね。逆に早めに始まって今日終わってる人もいるし、まあ8日、8日と4日が不安すぎて8日ってよく言うんだけど俺、8日からね始まっててまだ続いてる人もいると思うし、8日と4日って不安にならん？よく考えたらわかるんだけど、めっちゃ不安になるんだけどならんの？なるだろ、なるわ。
で、うっの違いとか全然、小学生の頃はそうだった。そう、俺も小学生の時はそうだったんだよね。まあ、最近は習うわ。なるわけねえだろ。なるとか言ってるやつやばいよ。20日、いや20日もちょっとね、不安になるね。7時問題。俺7時って言うけど。7月。7ね、7。7って言っちゃう。え、労働、え、これ絶対脱出できたわ。あ、絶対今ダイジェストで儀式進んでるわ。脱出だ、これ絶対。あざっす。勝ちです、これ。チョコレイさん6ヶ月サブスクライブ、ありがとうございます。え、絶対脱出じゃん。ちょっと頼むわ、回線。回線増強してくれよ。4日8日。電話だと7って言うようにしてる。あんま電話使わねえな。電話全然使わねえな。メールとチャットと。あざっす。脱出完了。はい、キラーやろ。もうキラー、もう今日キラーやります。サバイバー減ってるわ人。誰やる。誰やろう。じゃ簡単なキラーからやりたい。簡単なのやりたい。鬼？鬼？難しくないの？ラテ？ラテありだな。久々にラテるか。ラテネーとかいうイカれた名前な。ラテネーっていう名前ではないんだけど、こいつは。間違いなくラテネーではないんだが。今日のアーカイブサブゲンにしません、今のところは。で、基本的にアーカイブは別にサブゲンにしないんだけど。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。メイズさんサブスクリプト、ここありがとうございます。ポチポンさん100ビット出ます。てかマッチ早っ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。今期の名前はプレイグです。ゲロ吐きます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。なんか嘔吐恐怖症みたいな人は見るとやばいかもしれん。ふうこさん100ビッツありがとうございます。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。キラー、このランク帯いないんだね、全然。ちょ、一人称視点、ちょっと大丈夫かな、俺。食事中に見てください。抹茶ラテみたいなもんなんで。口からラテ出すってもうどの状況でも汚いけどな。口から出てきた時点で大体のものは汚ねんだよな。まあね、その体の容量を超えた圧倒的吐砂物。ミッドウィッチ小学校。え、待って、どこここ、やばいやばいやばい。うわー、待って、小学校でゲロ出して他人に処理させるやついたわ。許せねえよな。処理してやれよ、ゲロ出したやつな。
許してやれって。でマップが分からん、マップが分からんわ。ちょ感度クソ高い。ちょっと感度上がった。またなんか毎日感度高い気がするんだけど。え、そうでもねえか。そうでもねえわ。もう 10% まで下げてんのに。ちょ、バロとかやってるときもっと感度低いからさ、すーごい高く感じるんだけど。大丈夫ですか。おいみんなやられたこれ。トイレで一人泣いてるときに上からゲロ吐かれたことは、まあ皆さん、まあ苦い経験としてね、心に染みついていることでしょう。大丈夫です。私はそういう人たちを受け入れます。ところで発電してますか？そういえばなんですけど。ついたんだけど、早くねえか？発電ペースやばいって。土砂物、当たってないの？土砂物ゲーミング失敗したわ。ここ回ってない。強くねえかみんな。なんだここ入れねえのかよ。こっからやばい。地理が、地理がわからん。口つぼには地理がわからん。おえー、楽しめよ。え、そんな当たんない？上すぎんのかな狙いが。大喜び。これにはさすがのビルも大喜び。当たんな。マジで当たらん。まだ重傷入ったね。オッケーオッケー、やっと入った。大変じゃん。あ、倒さねえのかそれ。あ、待って、プリーグって難しいんじゃないかこれ。もしかしたらなんだけど。当たんね。これ殴ろう。もう暴力は全てを解決する。ラテ出る位置少し高くなった。あ、そうなんだ。ラテ出る位置ラテ出る位置変わったんだ。マジか、知らんかった。なるほどね。じゃあちょっと下向きに狙わないといけんね。いや、時間かかったなぁ。つくわ。どこにフックあるんだこれ。あったわ、これだ。まあまあまあ、ツーリング構成なんで今日のパーク実は。魔法陣は何？いや、これね、いや、まずいです、実は。開いたね。ここは回ってない。これ多分なんだけど、まずいね。まあいいや、練習だと割り切って、結構、ガンガン大ムーブでいこう。おら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 、おらおらおら、気持ちいいか。おいおいおい、いつ怪我すんの、お前。刻み込めこのゲロ。ナイス。キラキラシャワーキラキラシャワーっていうの好きなんだよ。なんかプリキュアの技みたいじゃん。こんなに汚いのに。これなんかスプラトゥーンみたいなエイムいるやんこれ。いないこれ。行ってんのかこれ救助。オッケーオッケーオッケー。このピンクパーカーまだ釣ってないよね。釣ったっけ。物体が飛ぶまでの時間待たないといけないのかね。辛いよ。なんかいるんだけど、もう一人ラッキーパンチある。
洗面器が近くあればいいんだけど、なさそうだからぶん殴りに行くしかない。さすがにこの辺板ない。なんだこれ、なんだあれ、めっちゃいるんだけど人。刺さったわ金属片が。いや無理だってそれは。そろっと出てくんな。一気にチャンス寄りにはなってきたけど、一回釣ろう。釣り回数全然足りてないと思う。今起こされそう。どこだ、やばい。はあ、あったあった。今起こされてもまあしゃあない。これはもうどこでダウンさせたかもうあんま覚えてない。この辺だったっけ。ここでぶん殴ったんだけど、どこ行ったどこ行ったあいつ。え、どこ行ったんだろうね。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。よっしゃ、この暗い方で行きましょう。まあ多分回しかけの発電機を回したくなると思うから、まあいるか。まあオッケーオッケーオッケー。ただこいつに回されちゃったか。あ、すごいなってる。何これ黒ウーロンですね。これは抹茶ラテに飽き足らず。この下は回してなさそう。いや黒ゲロ切れるぞもう。あ、てかこれあれか、四角形になってんのこれいらないけど負け散らしたな。救助入った。あの発電機まだ回んないと思うから釣り行こう。え、もう回りそうなんだけど。え、誰まだ回んないとか言ったやつ。回りきりそうだけど。犯人は現場に帰ってきます。めちゃ逃げてんな。じゃあちょっと一回洗面台行くか。来てるかな。洗面台行こう。はい、おいしい。さすがにそろそろ来てくれそうだとは思うけど、来てない。あ、今救助入った。お、しっかり触ってんな。おっと、怪我したぞもう一人。これはいい具合にゲロが効いてきてるね。いるね。こん中いるな。無傷か。おい当たるこの距離打点高いの強くなったんかな弱くなったんかな、よくわかんないや。いらっしゃるね。ああ、こっから取れないこのゲロ。やばいってそれ。え、何びっくりしたよ俺が。それやばいって。これは放置か。いやでもあれ釣ると終わるんかこの人なら。釣るか、終わらせてあげよう。一人なんか顔洗ってたみたいだし。どこで洗ってた。
救助が早い。命がけじゃん、もう。深いムーブね。完全に読みに来たな。避ける。小規模ゲロ。もう小規模なゲロをね、うまく使っていけ。あ、ついた。残り1台、ストライクか。やばい。ゲロ切れる。ゲロ切れ！ああ、ゲロ切れに。ゲロ切れにご注意ください。どうしよう。どこ直すかな、あと1台。ああ、やってんな、上。これ止めないとやばいね。ゲロじゃなくてね、ラテですね。もらいゲロ！与えゲロ入りだね。あ、ラテです、ラテです。もらいラテです。やっぱストライクね、強いね。結構時間稼がれちゃう。これでデッドハードだったら俺はもう死ぬんだけど、デッドハードではなさそう。2人目死亡。さあ、ここは発電機多いけど、どっか2階の発電機、ここかなの、明日の、さっき。この部屋の中か？え？え？うわ、どこの音？どこの音？どこの音？上？これか。え？どこ行ったの？え、どこ行ったの？あ、こんなとこあんのね。ああ、もう全部倒す。オッケー。あと一人。あ、いるいる。もう指名だ。あ、こんなところに窓枠が。おい、なんだこの窓枠。うわ、ここぐるぐるポイントなの、もしかして。なるほどね。ここぐるぐるするんだ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。深いな、板の早倒し。なかなかやりおる、やりおるな。早倒しする板も知ってるな、これ。今の板早倒し強いな。やってるぞ、こいつ。やってるぜ、じゃん。ここも強い。え、板強くね、ここ。破壊可能壁って、あの、レンガのやつ、もしかして。じゃ、これは、起こしに行ってるのかな。起こしたら、起こした方をまず殴って、もう一回あのゲージ貯めさせるのが最優先だね。で、板。いや、ここは素直に追った方が良さそうだな、この人相手なら。まあ、食らってもいい、これは。うん、どう割ろう、どう割ろうかな、これ。まあ、どう割ろうかな、これ。いいや、割ろう。あれ、こっち走ってた？また起こしてるよ。で、怪我したね、ミンも。もうこいつソロキャリーだな。黒ゲロあったら欲しいけど、ないよね、これ。無意味ゲロね、これ。
ここは多分こう追えばいいっしょ。で、あーそこ窓か。待ってるよね多分。強っぽじ多くねこれ。これ殴れるかな。殴れた。強きポジ多いぞ。あざす。どこで殺したっけ最後。下か。撃墜したんだっけ。ちょ、ハッチやめてね。え、どっからこれ中に降りれんの。ね、中には降りれないって。え、あ、ここだ。ちょ、ハッチやめよう。お互い。お互いハッチやめよう。どこ行った？あ、あるあるある。あ、死んだわ。危な。じいじい。なんか、強えなって思ったら、そういうことか。なんか強えなって思ったわ。ああ、GG だ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。赤じゃん。赤めっちゃ当たるんだけど。GG。異物混入異物混入してるよ毎回。よう倒したわ。まあまあ一人だからね、赤が。全員赤だったらボコボコだったな絶対。いやー怖っ。実際マップ破壊可能壁の場所を押さえていきたい。なるほどね。破壊可能壁をしっかり選んでいかないといけないんだね。勉強になるわ、うん、勉強させてもらったわ。え、誰やろう。フレディとか簡単そうじゃない。どうなんだろう。三角様ね持ってない俺。もうちょっとなんかやるなら買うかもしれん。いいや俺ゴーストフェイスやろ。ゴーストフェイス結構好きなキラーなんだけど、そんな使ってる人いなくね。どうなん。はいはいはい。おお、すごい。全員別の世界線なんだけど。いいなぁ。なんか持ってくか。ちょ、お友達になった印に3周年のケーキでちょっとマウント取るか。すまん、ちょっと1年前からやってるんで。いいや。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ちなみに4周年のケーキ持ってないっす。ピックの方が遅延できる。いや、そうなんだよね。なんか、ピック、あ、俺ピックも使うよ、実は。ピック、なぜか、俺、ナースとピックだけプレ3なの。なぜか。なんで俺ピックプレステージ3にしてるのか、わかんないんだよね。お。お、なんだよ。血まみれパーティーリモンかと思ったら。なんだ、霧がかった試験薬って。いいのかい？俺が闇夜に混じれて人を取りつつ、いや、弾を取りつつの方がかっこいいな。
弱い目に混じりで弾を取りつつ。ゴスペ初心者向けじゃないの？どっちかというと。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。失楽さん、サブンカ月サブスクライブ、ありがとうございます。ゴーストフェイス、レッチドショップ、オートヘイブンレッカーズ、この羽感よくね。このスキンめっちゃ好きなんだよな。ゴーストフェイスの中でもクラシックゴーストフェイスだっけ。いたね、一人。見よ、バレてるこれ。シャカシャカしてるんだろう。うわー、やる。コントローラー壊れてる PS4 勢の不利です。これは相手がね、油断してくれる。これで、おっと、舐めたコースを走るフェンミン発見。俺も舐めたコース走っちゃったんだけど、障害物めっちゃぶつかるな俺。やばい、ちょ、キャラコンが下手なんだけど。ただただキャラコン下手なんだけど。どっか行ったし、もう。いや、向こうもやってんのか？あ、いるね。全然俺のこと見ない。向こう発電また始まってるな。やめてよ発電、すぐ治っちゃいそう。まあ、でもあの発電機に固執してくれるっていうことは、あの発電機行けば大体ね、出会えるってわけだから。ルインもついてるし、これありがたいことですよ。一人か。ここはもう倒してもらって、ルインはね、監視と一緒に使いたいためだけに入れてるね。ここ倒してくれんのもありがたい。しょがりですか？しょがりされてます今。どっちかというと。てか、お前適正ランクだからね。さっき赤隊にボコられかけたよ今。しょがりされてるわ。恐ろしいぞこのゲーム。向こうはやってない。ちょっとあの発電飛びに行きます。あ、見てる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 よ。怪我だけさしとこう。ステルス系のキラーだから怪我させておくことに意味があると思うんですよ。あいつドワイトじゃん。オッケーオッケーオッケー。ドワイトはギリギリまで一撃溜まってるから、こっそり近づいて肉をえぐり取りたい。ここあなた板倒しましたよ。実はあなたここの板使ってます。ワンパンはできるんだけど、ワンパンの条件が、まあ、あるから。殴れるなら殴っといた方がいい。警戒されてたらワンパンできないしな。そこタイヤです。あ、死体スライドしない？新鮮な足跡だ。行ってんな。
いるね。あ、どうも。ゴーストフェイスは足の速さあれだよね、標準的な徒歩キラーだよね。だからトラッパーとかレイスとかと一緒なはず。いや覚えてないあんまり、まあ、透明化レイスが一番速いから確か。すげえ出会う。よし。結構遠いなこれ。こっちから来てくんねえかな。来てくれちゃった。ウェミー。うん。進行方向にいるとは思わなかったかな今。そうなんか見られてると音鳴るじゃん。それで気づいてはいたんだけど横見てたかもな今。出会い中で出会い中っていうのやめなよ。おいやってんだろてめえ。90いくんかもしかして。あと 1? あ、傷がついてる。いたいたいた。終わりだ。ワンパン貯めたいな。間に合え。間に合った。後ろ見てないね、多分。あ、どうす。こういうのでいいんだよ。こういうのでいいんだ。ランク19だぞ俺今。おかしいだろさっきまでの試合が。まあこれこのゲームもう猛者しか残っとらんやんって思ってた今。適正ランクでやりたい俺は。今適正ランクじゃんこれ。なんていうのランクのねあれが。ジジイ適正は緑くらいだよ。まあな、適正緑くらいは別に褒めてないから、ね、これ JJ って言っても誰にも聞こえないのね。つらいよ。全然しょがりじゃないし、なんなら。なんなら全然しょがりじゃないしな。でそもそも俺がランク19の時点でしょがりもクソもないから。いいな。キラーいいな。今のところはいいな。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。ハントレスとか当てれんのかな俺今。これ、あー、ベルトもったいないな。俺、ララバイつけてんだけど。そんなパークに困ってんの？あ、監視持ってないのか。じゃあまあイタチでいいのか。ハントレスになっちゃうね、うん、
ハントがない方のハントレスになっちゃう、ね、なんないです。よく言われてたな、そういえばそのハントレスな。お、別世界3人。ちょ、お近づきの印に何持ってこう。お近づきの印に何持ってこう。いいや、頭蓋骨持っていくか。PC 勢だけ先にしばきまおう。しばきまおう。あ、パーティーリボンだ。マジ？ちょ、待って、悪いことしたな。ちょっと、悪いことしたな、これな。気前がいいね。ありがとう。まあ、いいでしょう。たとえ、こびてこようがね。俺は絶対にぶち殺すんで。開幕、開幕パーティーリボン使った人メメ盛りして、開幕のメメ盛り、パーティーリボンの人に当たってほしい。いやー、頼む。トーメントクリークか。うわー、出たよ。畑でハントレス。まあ、射精は通ってることが多いから、あれだな、もうちょっと身長伸びねえかな。10メートルぐらい。斧とか5年ぶりに投げるぞ、これ。もともと斧投げ全然しなかったのに。さあ、囁きは反応していない。ということは、あの辺で発動してほしいな。あ、いるね、やっぱやってるわ、あれ。さあ、やってるはずだが、チェストか、これ。いた、いた。あ、これ当てれんな。お、回避行動、それは美味しい。この人はね、左に避ける顔してる。右に避けるだと。めっちゃ避けるな。なんだこいつ。いるよな、なんかこういう人が盛り上がってんのに水させてくるやつ。いるいる。え、着いたんだけど。早すぎだろ。ここもやってない。ただささやきは発動してるな。俺にハントレスは無理なのか。人がいねえぜ。ハントレスにおいて最大の課題というのはやはり索敵。隠れないでください。じゃあ、このカクカクするエイムが、カクカクする。もうちょっと感度下げないとやばいな、これ。やってない。この怪我治療の速さは直してもらったのかな。あ、やってるやってる。いてえ。やってくれるな。いや、あの発電機やられてたらつらいね。今一人か。今日ちょっとロッカーの角とね、相性悪いね。やっこね、やってます。やってますか。
イタチで蹴っとこう。モサモサ言ってね、これ気のせい？気のせいか。モサモサ聞こえた気がしたもん。畑歩いてる時あるあるなんだけど、自分の足音が遅れて聞こえるから敵いるように錯覚するの。なんてこった。ここは殴れる。ここ直りかけなのか。ロッカーどこっすかこれ。ここか。俺斧6本も持てるのに。いやー、この発電機怖いよー。恐ろしい。絶対帰ってくるよこれ。犯人は現場に帰ってくる。今度はこっちやってんのか。そっち行くね。オッケーオッケーオッケー。なんでこのゲームジャンプできないんだよおいなんでジャンプできないんだよ。ジャンプさせろよ。一個ついた。で、近くに一人いるんかなこれは。崖からジャンプしたよな、あの高台みたいな。輪っこはつくのは時間の問題だったから、まあむしろ割り切れるから、まあ、よかったと考えて。この3つだな、守るなら。やばい、 B メロが終わって半笑い。さすがのハントレスも半笑い。まあ、特になんか意図してなかったけど、はなんか発電機偏ってるわ。A メロ再開。こっちから回らないか、回らないのか。ささやかれない。全くささやかれない。この、ここもやってない。ここもやってない。全くささやかれない。こっちやってるわ。いや、ここでささやけきたってことは、発電機ってよりはもうちょっとこっちの島にいそう。今触った？あ、いるね。ヘッドショット。避けないでください。避けないでください。当たってないの今の。当たってたって。審判？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 なんでこった。いや、当たってたって絶対今の。え、4人いる？このゲームサバイバー全然回ってねえ。あれ回してる？今チェイス中にそんな回ってねえんだよ。4人いる？サバイバー本当に。え、全然人いないんだけど。あ、これ5時間コースだこのゲーム。あれ回してる？それはなんだ。あ、いたいたいた。
俺まずは一人俺はお前がパーティーにも持ってきたことを願うよ。その隙に回復はされたけど、まあ一人減らしたからでかい。いな、マージでおらん。いや回ってないって。こっちか。いやここの辺いるな。あ、いたいたいた。あ、ここ体当たったの。あれ、ここ窓枠じゃなかったっけ。なくなったの。なくなったんだ。あ、地下釣る、せっかくだし。何個かぶち抜かれてんの、いつの間に。やっとイタチ使える。5年ぶり、5年ぶり3回目。いやー残り2台が遠いねみんな。あー生きてるな。爆走じゃん。爆走しながら来んじゃん。まああれなんだ、じゃあ固有の強ポチって大体死んでるんだね。さ、最後一回も釣ったことない人残ってんだよね。いたわ。お前釣ったことないのこれ。どうするよ。一気に戦況が変わる。見てから避けないでください。結局殴るのが一番強いってことよ。それはハントレスを二度と使わない。ハントレス使うために二度と使わないって宣言する。はい、よし。まあパーティーリボン満喫できたし、よしとしますか。いじ、お、ああ、おお、おめでとうございます。いやハントレスむずいな。でヒルフィリーとカリバルがどう変わってんのか見たい。あれ？なんか足速くなってね、こいつ。足速くなってるんだけど、ヒルビリー。
ピリ弱くなったんだ。カニバルが強くなったってマジ。わかんない。うん、わ、ちょっと固有名詞が出てきまくるからわけがわからん。移動速度と移動距離が伸びたの。よくわかんないけど使ってみるか。じゃあ、え、なに、じゃあ狡猾使わなくていいの。もう狡猾を使うカニバルはなくなったの。狡猾は持ってくか。なんとなく。アドオンマシマシ、あと打つなし。ええー。何が強いんだ、アドオン。じゃあカニバル強化しよう、ちょっと。アドオンもらいに行くか。何取ろう。あ、まやかしいいんじゃね。玉虫色。え、なんかハントレスみたいな。どう思ってない。ね、感触の最大持続時間8秒間って8秒スタンすんの最大。え、もっとスタンすんの。地獄じゃん。一人で踊ってんのその間。地獄みたいなキラーになってない。大丈夫。よくわけがわからん。言ってる意味がわからん。結構踊るんだ。え、じゃあ楽しそう。ちょっとやってみたいな。やろうぜ。圧倒的存在感。ちょっと分からせるか、圧倒的存在感で。え、これヒルビリーよりだって今強いってことでしょ、じゃあ。圧倒的存在感じゃん、それ、もう。おぉ、苦悶の根源だよ。で、これ人の顔じゃん。え、違うの？刃なの？本当に。なんかアドオンが人面にしか見えない。その、片側？え、感触マシマシフルダンス構成できるってこと？それもそれでやってみたいけど。え、じゃあ、グリースっていらないんか、もう。グリースって弱くなったんか？前まで強かったよな。ウルアドは大体のキラーに出たんじゃないかな。雲天柱が強いんだ。へぇ。噂をすれば天柱来たわ。サージだっけ、これ。サージ。絶品のチリとチリ。はいはいはい。ちょ、わからん。俺最強だからちょっとアドオンなしでいくわ。あの、素材本来の味をまず味わってみたい。最強なんで、まずは素材本来の味を味わいたい。サイドメニューのプリンはいらんか。糸杉のメメントモリでビビらしたろ。わ、やべえ、強そう。全員プレステミンじゃん。いや、そうそう、
ボコされても理由付けできるように、まあこういうね構成でいくわけですけど。はい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 。うわ、むごたらしいケーキ。これ4周年のイベントなんだっけ。104ポイントの追加ポイント。俺持ってないんだよね。5周年の時やろ、また覚えといて。え、4周年って何ヶ月前ぐらいにやってた？いつだっけ？ちょ、水取りに行きたいけど、バリケードがでかすぎて瓶子を取りに行くの億劫なんだよな。6月とかか。え、じゃあ結構最近だったんだな。いやでもね、そういう昔のアイテムとか持っときたいよな。ポテカフェさんサブスクライブありがとうございます。七瀬ヨルドさん5ヶ月サブスクライブありがとうございます。グナシ味噌汁さん12ヶ月サブスクライブありがとうございます。うわ、山岡じゃん、最悪だよ。山岡はやばいわ。ちょ、苦手なんだけど、ここ。ちょ、チェーンソー使ってみよう。あ、これをずっとできるってこと？その、押しっぱんすれば。そういうわけではない。今、獅子落としみたいな落とした？ある？このマップって。もしかして獅子落とし。やってるね、ここ。つまり、おお、耐えた。耐えた。怒ってる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 。これが感触か。はい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 。なるほど。え、何の音だ。なんかカコカコ言ってんだけど、竹馬みたいな音してる。何の音これ。はいや。え、ボコられます、もしかして自分。これなんだね、そのチャージして放置ができなくなったんだな。今気づいたけど。その前までってチャージした後に、確か発動してたと思うんだけど、それがなくなってたね、今。見た感じでは。勝手に発動しちゃったわ。ギョイン。え、でも今パークつけてないのとさ、つけてんので発電時間って変わんの？同じじゃね？なんかルイン君とかもいなくなったし。ウィーン、おう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 、強い。でもう一人いる。強いんかな。え、これ今加速してる？よくわかんねえや。よくわかんねえけど、なんか当たるわ。あ、なんか使いやすくなった感はある、でも。だから多分加速してるんだろうな。よくわかんねえけど。連続で使う場面がまだ来てないから。ずるいことしてね、こいつ。やめろ、それ。やめろ、それ。ずるいことやめろ、その。カニバルの攻略法やめてください。あれ、マジで有効なんだよな。絶対殴られるって場面であれやんの。最強。いるね。デッドハード？やる。反射神経若すぎでしょ。なんかサイレントヒルの主人公なんか、この人は。なんかすごい若いんだろうな。完全に10代だったような。よし、ここ釣れたのでかい。じゃあ、あの人の服の左胸ポケットになんか目みたいなのあんじゃん。あれ怖いんだけど。怖いっていうか不気味。なんかボタンみたいなのが目に見えて不気味なんだよな。この辺で発電機を回す勇気があるものはおらん。
ここは回されてるな。おしゃれじゃね。まあそこは人のあれだから、うん、人の感性だからね。あ、よくあるよね、 YouTube のコメント欄で。なんかその YouTube にかけられないけど、これは個人の意見ですみたいな。予防線結構見るんだよな。誰もお前のこと法人だと思ってねえよなあ。おいシェリルだっけこの人。誰もお前のこと法人だと思ってねえよ。おいし、あー、デッドハード。はい邪魔をしていく。動かないじゃん。で、向こう起こされたか。どっち逃げたかな。いや、こっち来てないってことは屋敷の方逃げたの。え、てか死んだんだけど。早かね。ニュイン。よう。おまやかしなかったわ。あ、まやかしなかったわ。まやかしの顔して窓またいだけど、パークなかったわ、そういえば。忘れてた、完全に。なんかやけに右下なんか真っさらだもんね。まやかし出なく、まやかし出なくて、何持ってきたっけって思ったら何も持ってきてなかったもんね。いやさ、これ右下に書かれてるサバイバーが通常より見つけやすいっていうね、アドバンテージがあるんで、あまり否定しない方がいいっすよ。やってるなここ。いやー、一体どこにいるんだろうな。全く見当つかねえお前当てよ。おいおい、あれ終わったんだけど。え、どうやって連続でやんの。分からん、やばい。誰か教えて。もう一回クリック。中押しじゃなくてまた押すの。すいません、すいません、すいません、初心者ですいません。右クリを押すって感じでいい。左クリ、あ、そういうことか。使った瞬間トークン消費して時間が伸びるのか。分かりやすい、そのそれで言うと。はいはい、ありがとう。なるほどね、すげえわかりやすい。いや天才だな、教えるプロかよ。おいおいおい、さあこれ、あれこっちへの足跡なわけねえよ。あっち走りました。いや、これ隠れられるとやべえな。山岡邸ちょっとやべえんだよな、かくれんぼ。しかも足で稼がないといけないから。言ってそうでも、もう、あ、来てない。なことある、絶対来てる。足跡だったけど。さあ待機入ってくれた。ん？あれ？あ、ごめん、今コメントめっちゃ見てたら足、コメントめっちゃ見てたら足跡あって、その先にここ。え、違う、え、むずい、むずい、むずい、ちょ、むずい、むずい、え、むずいってこのゲーム。救助入った。こうか、はいはいはい、ああそういうことか、はい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 。これいる、これ延長むずいって。結構左下がっつり見て延長しないと。ま、肌感であれするんが一番いいんだろうけど。おらおらおら、あ、延長入ります。ああ延長入りませんでした。どこ、向こうか。これの音かさっきからなんかポコポコ言ってんの。
声が聞こえる。窓使わない。なんかある。なんかあれば。なんかあればどうぞ。はい。ない。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。よし。え、むずい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 、え、ちょっとむずいよこれみんな。はいはいはい、え、むずいわ、めちゃむずい。延長、あ、クローデット放置したら間違いでわこれ。はあね、聞こえてきたし今わーってやるな。 GG、 うん、だけど聞こえねえんだとは GG。 うわー、メメントしたかった。最後一人逃げられちゃった。何これ、ソウルガード。うん、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 え、強そう。え、強そう、これ。え、どう？強そうじゃない？これ。強くないの？めっちゃ強そうに感じる。まあまあなんだ。あ、まあまあなんだ。ハイズリ版のボロ体、いいな。え、でも良さげ。え、じゃあ、あれなんだ。俺がさっきやってた起こされたやつすぐぶん殴るムーブに対して答えが出てるわけなの。嫌じゃん。え、でもカニバル強くね？素材の味で十分強かったんだけど。ちょ、別のマップでやりてえな。延長をもうちょっと簡単にしてほしいんだけど。え、ちょ、次チリチリでやってみよう。ゼピチリと、ゼピチリとチリでやってみよう。え、ちょ、もう注ぐわこいつに。カンテラって今強いのっけ、弱いか。天秤ありなの、もしかして。パークさつけたいんだけど、ちょっと待って、俺のメガネにかなうパークをつけたいから。ガラクタ強いってマジ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。何で行こう。あと何にしようか。これ確定で、あとバベチリささやきかな。バベチリ狡猾これいいんじゃね。スイッチ構成。あ、これ、不安の元凶じゃねこれ。スイッチ構成じゃんこれ。強いぞ、これ絶対。ちょ、持ってこ、プリン。動いてるときは、すごい存在感あるから。で、急に、いや、すごい存在感を相手に植え付けて、信用ない時に油断させるっていう。右下のデバフマークで索敵できちゃう。そう。カニバルならね。サバイバーに全員、ささやきの権利をあげるよ。君たちにウィスパーを使う権利を与える。いや、簡略欲しかったな。まあまあ見てなって、うん、ランシッドアバトはこれ狡猾腐りそう。まあ、とりあえず圧倒的存在感を誇示していきたい。
なんでささやき持ってきてねえんだこの人。なんでささやきをなんでささやきを持ってこなかったのか。まあゆっくりやってこうよ、うん、サバイバーもねそんな行き急いでない、まあ、このスイッチング構成次メタになるよ多分。これここいたな、こっちにガン逃げ、ここは、てか懐かしい、なんだっけ前の旧正月のドンキージャケットじゃん。どこまで走んのこの人。カニバルチリやるとすごいなこれ。ここ地下か、通っていいっすか、ここ通っていいっすか。通れたー、怖かったー。なんでそんな爆打をするのか。え、これさ使いどころじゃないのこれ。頼むから来てほしい。1個ついたら諦めます。いやこれ来んじゃね、来るぞこいつ。血族だったら死ぬまでケバブする、死ぬまでケバブして終わり、苦しんで殺してやる。えこれ来ない、もしかして救助来ないって。マジマナー悪いぞこのサバイバー、マジか。キャンプですか、キャンプです。体験入ったしいいや、お前は許してやる。たとえキャンプだとして何が、なんか文句でも、おいドワイト、お前文句ある顔だな、許せねえ。うん、めっちゃ発電機ついてないっすか。え、気のせいだったらいいんですけど。来てんな、救助。地下までは入ってない。これもう格殺した方がいいのでは。もう格殺した方がいいのでは。悪い。捕まった自分を恨むんだな。ゲートキーパーだから、ここいいや、追わなくて。どうせこういう建築ウホウホしちゃうっしょ。木村唯が、木村唯だっけ、木村唯がここ回してるはず。いるね、いたいたいた。ん、ケイトじゃねあいつ、木村か、あケイト、ん、キムキム、キムかこいつ。あれ木村、名前が分からん。どこ見てんだーい。いやでも結構回ってたな今発電機。すげえ入りやすくなってる、バリアフリーいいね。ここ回れなくなったんだ。あ、ここはあんのね、ここはあんのね、なるほど。壊れてる。まあ発電機結構余裕あるし、余裕あんのかな、余裕あるといいな。ドワイトがあれ回してんだろ。一回向こう見よ、やったわスプバ。もうちょっと早く行くべきだった。すごい遠い発電機がちょっと辛い。あの発電機ね、重機の隣の
あ、いるいるいる。今重機の上いたよ。見つけてないふりしよう。見つけてるんだよお前のこと。で今救助行ったってことはどう来る？こっから外周回りたくね？まだいいのかここ。外周回って救助行くかな。え、でも見えないな。ならまだ来てないでしょ。来てたら強いもん。知らん。釣っちゃおう。あ、ストライクか。おまけもらったんだけど。おまけくれたんだけど、あのドワイト。粋だな。その板にはもう何の意味もないけど。待て。そこを越えると、いや向こうの発電機回されるとちょっと厄介。早めに捕まえれたらいいんだけど。うわー、ダンスします、乗ります。どこっすか。いやー、治るな、これ多分。まあ、しゃあない。残り1台と考えていこう、もう。まあ、救助来るなら、向こうが当たりそうだな。あ、回ってない、まだ。もいでね、なんか。おい！もいでね、お前！やったな！手編みの俺のトーテムを。あ、そこも窓あるんだ。あ、今殴れたな。殴ればよかった。カニさんが夜鍋をして、うっ、ぶっ殺してる。おっ、ぶっ殺してる。ナイス。救助行ったってことは発電機回ってない。嬉しい。提供でお送りします。よいしょ。狡猾は腐ったと考えていいの？これ悲しいお知らせなんですけど、まあ、全パーク腐ってますね実は。まあ、腐るっていうか、なんか元からなんか納豆みたいな感じで発酵してるパークっていうか、クソみたいなパークをつけてきたので、まあ、ノーパークと同じですね。まあ、ちょっと心音がでかい。ちょっと小心者なカニバルくんです今回は。来てないか。発電機は蹴られてる。ここでこっちから回ると刺さったりして。あ、いるわ。ここチェーンソー無理か。わからん。チャージ時間がどんなもんかわかんねえんだよ。え、何その窓枠はしご。え、やっぱ行き止まりだよねこれ。さっき見て思ったけど、行き止まりだよなこれ。来てないこれ。さっき騙されかけたけど、さあ来いドワイト。うわー、踊るぜ俺は。やめろー。やめろー。
せー、お前だけは殺す。キョイーン。お前はストライクないからな。なんでこった。まあ、これは狡猾を刺さったことにします。一人倒せたし、これは狡猾は刺さったことになりました。いたいたいた、そことここね。 OKOK。もうそれは無理だろう。これは切れる。 OK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 。 なんかチェーンソー気持ち小ぶりに振るようになった。圧倒的存在感は刺さりましたか。まあ、これは刺さってますね。ドワイトがライトを持っていた時点でもう刺さっていると言っていいでしょう。さてこの足跡はハッチを見つけている顔か。あの顔はどうだ。ハッチを見つけ、いやでもあんな隅っこにハッチ湧かないはず。僕の勝ちだ。やべ殴っちゃった。やべやべ殴っちゃった。やべ危ない危ない危ない。ハッチないハッチない。やばい殴っちゃった、間違えた、頼む。あー、オッケーオッケーオッケー。危ねえ、焦った。じじじじ、これで俺たちの勝ちだ。え、カニバルいいな。でもチェーンソーの有効活用できてない感が半端なかった。どんぐらいのタイミングで使っていいのかわかんない。もっとガンガン使っていいのかな。結構走るね。使ってないともったいないもんな。じじ。でやーノーパークで全滅すごいな。まあな、いらねえんだよパークなんて。2連続ノーパークで全滅した。え、なハグだ。ハグってできんのかな、前みたいなの。いやもう赤はいるもんだよ多分。もう赤はいるもんだと考えてやんないとやってらんないよ。カセミントじゃなーい、普通のハグ。セミ食いてえな。まだこれ強い？セミ変わったの？いや、まだ変わってないわ。PC 勢が多いのか。お母さん構成はすんごい長くなるからゲームがやんないっす。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。セミ昨日なんか通話してた。タラコのタラコの家、昨日めっちゃ虫いたんで、なんかすげえ虫の話題してた。セミいるとモニターに雲張り付いてるずっと言ってたな。そういえばふと思い出した。どういう家庭環境、ジャングル。
キャンプしてんのかな今ね。セミ分からん、家の中かな、家の中じゃない、知らんけど。あー、室内マップ久しぶり、久々、地下施設ホーキンス国立研究所。地下マップとか久々よ。まあ、罠の各場所はこういうとこね。じゃあまずは自分のテリトリーを、何ここ、え、強、ここ袋小路じゃん。こういうとこね。あ、いるね。まあ最初はサバイバー追いかけるよりも、まあ、罠仕掛けながら隙あらば追うぐらいの感じでいい。どこ置こうかな、こういうとこいいんじゃない。ごめんなさい。右クリックと左クリックを間違える男、怪奇。飛んですぐ落書き始めるかけたわ、完全にミスったね今。ういっす、まあ、こんな風にどんどん怪我をばらまいていきたい所存でございます。せっかく堕落つけてるし、早めに決着つけたいな。まあ、せめてこの辺我が物にしとこう。右クリックと左クリックを間違えるとちょっとつらい。あ、いた、追いかけようと。もう罠残り2個まで使ってるし、追いかけていいっしょ。その所存なら。その所存ならってなんで。確かにタナトもいいと思う。確かにこの所存ならタナトでもいいな。足跡ベタベタ。あー、踏んでくれねえかな、どっか踏んでくんねえかな。ここ入っていいの。あ、踏んでくれそうじゃね、そろそろ踏んでくれる。どっち行った？いや、結構罠遠いかなこれ。うっす。で、ハモチね。メグ多いから覚えらんねえぞ。メグ多いから覚えらんねえ。1人釣れるとね、でかいんだよなこの人。待って、フックが分からん。フックどこ、ここ、これか。うお、フックが分かんねえんだよ。あれ罠、罠にあらず。あれ、発電機か。二人いるな。ずさんはね、持ってきたよね。で、もう一回救助の時に罠踏んでくれるはずだから。どうぞ。ま、さすがにここで救助いかんか。追いかけながら、もし、こう怪我で救助行ってくれるよね、行ってくれるから飛べる。
美味しい。いや、体型美味しい。美味しい。体型美味しい。体型ありがたい。ここを救助してくんねえかな。ちょっと場所がちょ、罠踏まないでください。すいません、人が忙しい時に罠踏まないでください。あの罠の反応的にね、この辺から来ます。メガネ食い、いるいるいる。そう、これがハグ。フィールドを掌握するこの圧倒的キラー、それがハグである。絶望するがいい。救助か。苦しいよな。イタチなんていらねえからな、半分。メガネクイッとしただけあるわ。で、バベチリもあるからね。もう避けてきはし放題ってわけよ。来ちゃった。あらすいち？どうぞ、どっからでも。おいー、終わりー。うわ？強い。ハグ強い。てか適当に飛んだからラスト1人分かんねえと思ったら、すごい近くいたわ。ありがたいです。まあこれがハグですよ。ちょ、やばいやばいやばい、暴れてる暴れてる、やめてやめて。何、ちょっと暴れないでください。うわ、もう大変大変だこれ。大変めんどくさい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 。もう終わったゲーム、終わったゲームです。もう諦めたまえ。はい、どうぞ。はい、おかえり。本当に手間かけさせて、本当に。おかえり。終わりね、もういい、気にすんだ。はい、ジジ、やばいよこれ。俺はハッチあるって、これワンチャン。やめなよそれ、ハッチ。もうこれでハッチで出られた日には俺もう、あ、よかった、行儀。あざっす。んじじ、ハッチの音しなかった？恐ろしい恐ろしい恐ろしいわ、このゲーム。ああ、あ、すごい、一緒に。書いてあげようか、ここ。はい、ジジェイ。うん、いや、ハグいいよな、ハグ強えわ。一番ハグが使いやすかったな。その久しぶりにキラー全部触ってみて。まあ、みんなもハグを使ってみてくださいっていうような感じで、今日は終わろうかな。うん、終わります。くー、またなんか DLC とかも買っとこうかな。買っとくか、わからん、うん、まだまだやりそうだったら買うし、わかんないっす。終わります。